預言者のモスクは、サウジアラビアのマディーナにあるイスラム教の礼拝堂、モスクでイスラム教の第二の聖地、預言者、ムハンマドの霊廟でもある。622年、ムハンマドは、少数の信者と共に、マディーナへ移住、いわゆるヒジュラを行った。メティナには、ムハンマドの住居となる、51メートル四方の中庭を3.6メートルの、 レンガ製の壁が覆う方形の建物が建てられた。この方形の建物の東側には、ムハンマドの妻たちの部屋が9つあり、ムハンマド個人の部屋はなかった。屋根は一部分しかなく、真っ赤の方向である南側といえるサレムの方向である北側にのみ設置された。この建物は、真っ赤の軍隊と戦うための作戦本部や、軍事基地としても機能しており、戦いの後は、 捕虜収容所や病院としても機能していた。この建物はモスクとしても機能しており、ムハンマドは3段でできた段の上で説教を行っていた。これが現在まで世界中のモスクに設置されているミンバールの起源である。また、政党カリフのアリーがイラクのクーファに移るまではイスラム共同体の首都、その後はイスラム教の第二聖地として機能した。 632年、ムハンマドが没するとこのモスクに、その亡きが葬られた。706年、ウマイヤ朝の六代目カリフである、ワリード一世はこのモスクの大改装を命じ、5年の歳月をかけて、既存の建物をすべて壊した上で、新しいモスクを建設した。その後、預言者のモスクは少なくとも二度の火災に見舞われた。 1483年にはマムルーク朝のスルタンであるアシュラフ・カーイトバーイによって再建されオスマン帝国時代に修復されて現在のモスクに至る。現在の10本のミナレットのある白矢の巨大な建物は1995年にできた。真っ赤にあるマスジド・ハラーム同様100万人の収容が可能。端でついでに訪れるムスリムも多い。 2016年7月4日、サウジアラビアでは、ジッタにあるアメリカ総領事館の他複数箇所で自爆攻撃が行われ、そのうちの一つはこのモスクの付近で起きた。6日にラマダン明けの移動を控えており、多くの礼拝客が訪れていた中で攻撃が行われ、治安部隊の4人が死亡して5人が負傷した。預言者のモスクは度重なる修復と改装の上に、 成り立っており、馬まいや長時代などは、アラビア語文献に残るのみであるが、おおよそ100メートル四方だったと考えられており、改装以前の50メートル四方に比べると面積で、言えば4倍の規模になった。中庭は、南北は5列、西は4列、東は3列の柱間からなる中廊に囲まれ、中庭に面した中列のみアーチが施されていた。天井には、 金で採色された彫刻があった。また、柱は主に大理石で作られていた。礼拝室の壁には、クルアーンの引用が彫られ、ビザンツ建築の影響を受けたモザイクによる装飾が施された。他にも、以降のモスクでは必ず見られるミフラーブがこのモスクで、初めて採用されたとされている。礼拝の時に、イマームが立つミンバルは、ムハンマド時代には三段だったものが九段になった。 建物の高さはおよそ13メートルで、モスクの4隅には一辺が4メートル、少なくとも高さ25メートルのミナレットが建てられた。ありがとうございます。